皆さんこんにちは。日本語 for you ニュースの時間です。最初のニュースです。日本が外国人観光客の受け入れを再開しました。厳しいルールは残っています。イギリスに住んでいる女性は今年初めて日本を訪れる予定です。16日間のツアーに3500ポンド払いました。日本では新型コロナウイルス対策のため自由に行動することができません。それでも女性は、日本もアジアも初めてです、楽しみですと話しています。いくつかの旅行代理店によると、日本で休みを過ごしたいという問い合わせが急に増えているようです。日本は2020年から新型コロナウイルス対策として世界の中でとても厳しいルールを作っていました。例えば、日本で旅行できるのはパッケージツアーの人だけです。旅行代理店の人は、2年間日本に来ることができなかったので、今年は休みを取りたいという人が多いようですと話しています。しかし、ビザを取らなければいけないので、観光客がいつ日本に来られるか分かりません。経済学者は、日本の政府の対応はとても遅いです。お年寄りが多い日本では、新型コロナウイルスに対する恐れが他の国よりも強いからですと話しています。パンデミック前の日本では、観光は大きいビジネスでした。2019年の外国人観光客は過去最高の3190万人でしたが、去年は25万人以下でした。オーストラリアに住んでいる女性は、来月日本に旅行するつもりでしたがやめました。パッケージツアーに興味はありません、その方法では旅行したくないんですと言っています。次のニュースです。メタバースで知り合ったカップルが結婚しました。 M さんは2019年頃からメタバースを使っています。そこでいろいろなアバターと話しているうちに、気が合う男性と知り合いました。二人とも猫のアバターだったので、 M さんはその人の年齢も顔も職業も何も知りませんでした。 M さんはメタバースでの出会いはマッチングアプリと正反対なんです。マッチングアプリではまず見た目や職業、年収などで相手を選びます。でもメタバースでは相手の感性と性格以外何もわかりませんと言っています。その後、2人は喫茶店で会うことにしました。 M さんは相手の年齢もわからないんです。現実の相手を見てがっかりするかもしれないし、私の方がずっと年上かもしれないと思っていましたと心配していたそうです。しかし、喫茶店に行って実際に会ってみたら、相手の印象はメタバースのアバターと全く同じで、違和感がなかったそうです。最初はお互いに免許証を交換して本当の名前や年齢を確認しましたと M さんは言いました。年齢について心配していましたが、相手が自分より1歳年上だったので安心したそうです。現実で交際をして、2人は去年の3月に結婚したそうです。以上、日本語 for you ニュース、あかりがお伝えしました。